はい、皆さんこんにちは、奥ちゃんです。本日はですね、房総半島に来ております。今日はですね、国道410号線を、走破、したいと思います。今ですね、木更津の方にいるんですけども、木更津から、立山市の、終点までですね、走破したいと思います。冬晴れの中ね、非常にね気持ちいい、気候です。本日もよろしくお願いします。410号線の、ここ木更津の起点になるのが、16号長須賀交差点が、410号線の起点になっているようです。はい、あの目の前の、ね、信号、あそこが、ね、長須賀、交差点です。16号長須賀交差点です。410号線に入りました。ここね、410号線、ここからですね、房総半島の内陸方面に向かって、そこから一気に南下します。千倉かな、あの辺りまでね一気に南下します。でそれから海岸線をずっと走ってで、また北上して立山市の方に入りますね。まあ、全長で行くとちょっとはっきりした数字はわからないですけども、百数キロにはなると思います。まあ、途中ね、まあ、くねくねというかな、まっすぐじゃないところもあるんですよね。入り組んだところもあったと思います。普段ならね、こう近道するような、ところなんですけども、今日はねきっちりと110号線をねトレースしていきたいと思います。ここ最近はね非常に寒いですよね。まあ、あの日中日が上がってる時はね、まあちょっとはねマシなんですけど、日が暮れるともう一気に寒くなっちゃいますよね。今日はきっちり上下手袋、電熱装備で武装してます。さあ、袖ヶ浦市に入りました。ここは409号線と410号線が共用してるみたいですね。おにぎりの表示上は409号線だけですけど、409、410が、ね、一緒になってるみたいですね。次の三鷹の交差点を右折した、そこからが410号線の、まあ、410号線だけになるのかな。そこで409号線との共用はおしまいです。410号線、三鷹の交差点を右折します。410号線ね、この辺りからかな、走りやすくなるのはね。お、富士山が見えますね。富士山が、あの右手ちょっと先っちょ雪のいただいた富士山が見えます。さあ、またまた木更津市に入りました。ちょっとここは木更津市と袖ヶ浦とかが、ね、入り混じってますね。さあ、この右手に見えるのが、これが道の駅、木更津馬くたの里ですね。道の駅馬くたの里です。平日なのに車が多いね。あ、そうだ、今日は平日です。今日は平日になります。
さあ今度は君津市に入りました。くるり街道です。410号線くるり街道です。そこもね何度か通ってますよね。 YouTube でも紹介してると思います。くるり城とかね行きましたよね。さあこの辺りかな、くるり城入ると、あ、ここだね、左、くるり城は左です。まあそろそろちょっと左折するところが出てくると思うんですけど、これが国道かというようなところを走ります。いつもでしたらねここ曲がるんですけど、ここも410号線にはなってるんですけど、多分本来の410はこっちだと 思います。これね410号線、これは410号線でも旧道になるのかな。でここがね手掘りのトンネルです。車1台がやっと通れるぐらいの国道です。車は離合できないですね今のところなんか、これもちゃんとした410号線ですよね。あー寒い。電熱のレベル上げます。あー電熱のレベル上げたらあったかい。レベルを全部中にしました。さっきまでちょっと弱でしてたんですけど、中にしたら結構あったかい。あー本当に今日天気いいね。今日どうしようかなと思ったんですけど、まあ、天気がいいから来ました。今日は平日なんですけどちょっと仕事が空いたので、走りに来ました。まあ、天気も良かったんでね。さあ南房総市に入りました。あここは酪農の里ですね。右に見えるのが海も近づいてきた感じかな。さあ塩梅屋交差点を右曲がります。塩梅屋か。さあ海岸線のところまで来ました。ちょうどお昼なので道の駅千倉潮風王国にねちょっと寄って食事したいと思います。まあちょっと410号線からちょっと外れるんですけども、またね戻ってきますので、まあちょっと
走行のね途中なんですけど、ちょっとお腹空いたんで、それとトイレもしたいんで、休憩させてください。っていうか今日道の駅休みじゃないよね。また平日あるある可能性あるな。さあここでちょっと一旦415線から外れて、道の駅にね向かいたいと思います。またここはね戻ってきます。房州千倉漁港か。さあ間もなく道の駅千倉潮風王国に着きますが、営業しているかどうかちょっとね心配ですね。もうしてなかったらコンビニ飯だな。営業中か。よいしょ。さあ着きました。道の駅千倉潮風王国です。営業中になってるよね。というか今度は食堂が開いてるかな。それが心配です。はい、それでは食べてきます。新マサスイさんで食べたいと思います。さあ行くよ。はい、道の駅千倉潮風王国千正水産さんでした。ありがとうございます。美味しかった。久しぶりに食べたな。平日だけどねすごく並んでて順番待ちましたね。人気だよね。食べたのはアジフライとなめろうのセット、 A セットですね。あ、美味しかった。本当にちょっとご飯が多かったけど全部食べちゃった。はい、では次というか、国道415線にねちょっと戻りたいと思います。もうあとね立山のねところまであともう少しです。はい、国道415線に戻りました。本当南房総の冬は温暖ですよね。あれ野島崎灯台ですね。まあここも何度か来てます。左に曲がります。フラワーラインですね。さあ砂が飛んでるかな。もうここほとんどね砂丘みたいなもんですよね。ここそんな砂は飛んでないね。あと2キロほどで終わります。
文化ホール前というね交差点、そこが終点というか、まあ本来そこが起点になってんのかな、まあ、終点になります。まあ、およそ100キロぐらいかったな、100ちょっとだね。さあ、あのマクドナルドのあの看板が見えるあそこですね、交差点。さあ、国道415線、もう間もなく走破します。ちょっとここは左に曲がりたいと思います。走破しました、やったー。はい、無事ですね、415線、国道415線走破しました。今日はですね、非常に天気が良くって非常に走りやすかったですね。まあ、あの415線、本当にね細い、もう車が離行できないところもありましたし、住宅街の中を走るようなところもありました。まあ、ただ今はですね、だいたい所々にバイパスが全部通ってます。今日行ったところもですね、あんな細いところを通らずに普通にバイパスを通ってね、抜けることができます。まあ、ただあの元々の415線は今日通ったところだというふうに私は思ってます。まあ、皆さんもね、もし興味がある方は通られる場合は、まあ、十分にね、気をつけていただいて、走破してみてください。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイバーイ。